す。俺リントロ。おいっす。もう一丁。おいっすー。人間パニック始まるよ。旧宅シリーズ。もうこのバックでピンと来てる人もいるかもしれない。これなんか本国初じゃないですか。そうだよね。撮影許可出てる。これでも初めてでしょ、うん、俺初めて。いやもうさ、やっぱさ当時買えなかったじゃん。いやそう、だからキムタクシリーズのいいところってそこよね、うん、そう、あの憧れてたけど、まあ買えなくて似たものを買ったりするけど、今大人になってね、あのさ、雑誌の後ろのパチモンで我慢したりとかっていうね、そうそうそう、あのね、絶対買っちゃいけないんだけど、そう、だから TMT で謝る意味でも、うん、今日はここに爆買いよ、爆買いしましょうよ。当時のものがあるのかないのか。そうね、なかなかあのシリーズね、そうビッグホリデーとか、あー夏いね、うん、ビッグスリー行っちゃうか。ここでしょ、これでしょ。そう、このねベロベロがねベロベロ開けてくのよ。これこうね、そうそうそう、これはいいよ。いやちょっとやばいや、うそだ、あれ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 、ちょっと待って、後ろは、後ろは、後ろ確認しよう。TMT ユアーズだね、まず TMT ユアーズ、はい、じゃねマジで3択で、3択の第1回の時にさんまさんと一緒にね来てたのよ、来てた、やば、ちょっと買っちゃう、買っちゃおうぜ、これは。ええ、ちょっと待って、えちょっとブレるんだけどさ、うん、えちゃんと脚本もある、うわやばいね、目移りがやばいよ、見てこれひび割れ加工、興奮すんな、これはやばいぜ。え、何色にする、どうしよっか、やっぱでも白か黒かな、このグレーも、すいません、木村さんっぽい色って、だから絶対ダメなのそれ、本当に言っちゃダメなの。黒かな俺、黒いく、黒かな、俺ね、赤、赤黒、赤黒でいくか、いやでも白か、白もかっこいいぜ、白いいね、うん、すいません、木村さんだったらこれ白っすかね、そうですね、白か黒で、うん、白か黒ですよ ね、 そうね、そっか、イメージは黒ですけどね、実際木村さんもここに来て買ってるってことでしょ、ですね、当時は、あー、黒、あー、そうですね、うわうわうわ、うわうわ、そうだそうだ、ビッグスリーパーカーも、え、パーカーなんじゃん、嘘マジで、いや、少年のリアクションしてるよ、うん、かっけかっけ、でも TMT やっぱタイトだね、そうなんだよね、木村さんサイズだね、木村さんサイズってないスリムというかさ、あかっこいいな、パーカーはサイズいくつまであるんですか、今出てるだけなんですよ、出てるだけだ、M だ、あ M だね、ピッチに行けばいい、いや木村さんになりたすぎてピチピチで着ようとしてるよ。もう育てねえよリーバイス、これ買うよ、いやダメだよ、こっちダメだよ絶対、これ買うよ、いやもうだってキムタクかぶりしちゃうから2個はダメよ、同じものでは、そうなの、そうだよ、アテネムは買っちゃダメなの、買っちゃダメだよ、リーバイスさんがあるから、そうか、うん、なるほどね、あ、なんかこれも見たことある気がする、今、うわ、ラグラン、あーラグラン、うわ違うわ、 T シャツ、うん、これも覚えてる気がする、うわエアブリックと、これちょっと待って、やばくないこれ、これビッグスリーじゃない、え、これちょっと後ろは、後ろどうなってる、後ろ確認しよう、おいおい、やばい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 、これはやばい、もうキムタク慣れたすぎてさ、うん、店員さん笑っちゃってんの、え、これこのビッグスリーはあります、一番大きいサイズですよね、はい、一番大きいサイズ、いやてかこのチャンネルすげえ金使うなマジで半端ないんだけど、しかも止まんないねこれ、いやもうこれ無理だよ、だってあの頃の衝動だからさ、そうで今かある程度お金を持っちゃって、うん、で心だけあそこにタイムスリップするじゃん、するね
無理だよ、あのさ、あのベロベロの硬いやつさくぐったらさ、もうなっちゃうよ、これもこれもかっこいいなぁ。わぁビッグホリデー、安いめちゃくちゃ素材いいよ、これこれでこうなったらもうアメカジだもんね。そうだね、だってこれこそヒーローですよね。あ、そう、それの、そうです、あ、うわうわそう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 それこれのパーカーなのよ。え、映画ヒーローの劇場版の で、しかもビジュアルポスターにもなったんですよね。でもこれ着て、うん、どっかのなんか、うん、事務所っぽいところで写真撮ったら、うん、もうヒーロー劇場版ヒーローだね、うん、しかも劇場版、そう勝ちじゃん。そうなの、もらったね。ユアーズはもう、ね、大きいサイズはちょっとないんですよ。あ、ベアブリックもないですか。 T シャツだけは唯一、はい、そうか、 T シャツ買ってこよう。 T シャツ買おう、うん、パーカーで逆に XL とかあるのあるんですか。あ、ありますよ。え、全然その木村さんと離れてない。まあよいしょ、どうす、いらないか、木村さんと離れたら絶対違う。そうだ、そうだよな。すいません、ちょっと見せてもらっていいですか。寝るシャツとかもさ、やっぱ懐かしいもんな、この肩にさ。確かに、うん、この色合いも木村さんだよね。こういうの着てるイメージないあるよね。ちょっと置いてますね。あ、あ、置いてくれてる。うわぁ、ありがとうございます。いやぁ、もう僕らが着れるのはここら辺だ。ここら辺だ。これ向きあるよ。ほんとだ。え、これ何、シャツ、シャツパーカー。これ、あの薄手のやつだから、うん、海とか入った後にこうパッとこれやっちゃうみたいなさ。そうか、そう、海入ってこれ着てたらもう木村さんだね。木村さんだよ。ああ、でもこれ木村さん着たの。うわあ、あれだ。Tダムまたがってる時だね。買うしかないじゃん、もうこれ着たらさ。確かに。もうこの足でバイク買いに行くしかないじゃん。木村さんじゃん、もうそれはそれは木村さんうわー、ちょっとかぶりなんだ。そうなんですよ。いや、俺も初めて見たわああ、あ、あ、いけるわ。ジャストかな。うん、おお、おお、やばい。これはもう追っかけの領域に入ってこれさ、一回冷静になってさ、うん、これはりんたろーファンはどういう気持ちになればいいの。確かに確かに、ちょっと考えよっか、うん、なんかただの追っかけみたいな。木村さんへの愛が強すぎてさ、これ自体すごいさ、めっちゃ可愛くてさいい洋服じゃん、うん、なのにその買う動機がやっぱちょっと違うそうね、モノマネタレントみたいになってるもんね、うん、いや、マジでさ、さっき画像を確認したんだけれども、うん、本当に復刻だよね、うん、しかもこれラスイチらしいの。しかもなんか、本当に最近復刻したばっかしで、このタイミングで俺らは来てるわけじゃん。うん、運命じゃね、運命だとしか思えない気づいたんだけど、うん、もういよいよ、うん、ゆうすけくんのツッコミがもうめちゃくちゃ大事よ。大事よ。ボケ二人になってんだから、うん、しかも結構味の濃いバカが二人になっちゃったからこれやばいね。買おっかこれはね、それ着てバイクバイクね、うん、TW ね、うん、イメージあるよね。あるわ。これもかっこよくない。あ、かっこいいわこれね。ちょっとこれでいいじゃん。すげえの見つけたよそれかっこいい TNT。 あら、これこれめっちゃ合うじゃん。うん、これにする。ちょっといいかもね、上じゃなくてあえて下、あえて下っていうね、うん、いいじゃんいいじゃん。
ちょっとやっぱオリジナリティを出していきたいし、うん、そうね、アップデートしないと、木村さんも。これもいいな。え、それめっちゃ可愛いね。結構タイトめだけど、まあありっちゃありで、サイズ X ですか、これで XL でしょ。そうです、XL です。あ、いいかもね。なんかこのチャラいっていう感じ、うん、大人チャラい感じがね、いいよね。うん、いいかもしんない。他なんか XL ってありますか。うわー、あちょっと待ってナチー、これはヒーローのやつヒーローのやつですよ。ヒーローだ。でもこれ復刻だ。当時は、うん、ここがね、あのちょっとベタってするような素材のやつで、ここでこう折ったらくっついちゃうやつ。そうこれも白持ってたんだけどくっついちゃって持ってたんかいそれが対策されてるえ、ってかさ、これも言わずじゃない。確かに。うわ、え、やばいやばいやばい。え、ちょっと待って、ロンティ、あ、ロンティだ、後ろ。おー、かっけー、かっけー。もういるじゃん、だって。あ、静かだこれ静かだよ、ほら見て、サーフボードに寄せるか、うん、静かじゃん。絶対怒られるよ本当に怒られるよマジで。嫁の名前呼び捨てして本当に怒られるよ。最低だよ、最低だ。そうだよ、木村さん。今、アメカジとかサーフ系とかさ、うんうん、そういうの掘るのってめっちゃ楽しいね。確かに、この年になって最高だね。しかも世の中もまた流行ってるでしょ、うん、流行ってきてる。え、もしかして、うん、このチャンネルから流行ったいや、まだオンエアしてないよ多分。TMT 合わせでダイエットするそうだね、これ買うことにした、うん、いや、いいね。小鹿のおすすめ。可愛くないこれ。いや、それマジで可愛いいいよね。え、俺ここ買おうかな。じゃあ着れるし。いや、マジ着た、それはありよ。いいいい、うん、いける、いけるいける。これうん、X3。 それでは、はい、購入したやつをもう全部着ていただいてますよね。はい、いきます。じゃねミッキー、ミッキー。まずはスウェットパンツ、スウェットパンツ、うん、とジャケット、サーフボードを活用するノーピーで、腕に TMT、 TMT、うん、この袖が長いとこ可愛いよね、 TMT ね。そうです、ここね、これが可愛いよね、ね、これ、うん、で、ラスト、ラスト、はい、あ、出たやっぱこれはね、買えって言ってる、うん、こいつが。ラスイチでしょ、ラスイチほら、超かっけよ。いや、ほら、マジでかっこいいね。今回、おいくら。11万円。木村さんになるには、はい、お金かかりますね。そうっすね、うん、コジちょっと買いすぎ。コジ、うん、コジで, ね、でもあの、しんごさんにもね、あ、お土産、うん、やっぱ買いたくて。しんごさんも好きだもんね。しんごさんマジで好きだからえ、おいくら万円だ。これは、8万円あの頃買えなかったっていうのがあるよね。そうなんだよ、あの頃だってさ、偽物買ってたの。いや、俺もそうなのよ。偽物だったんだって今分かった。いろんなあれがね、生地感全然違うもんね。生地感が全然違う全然違うもん。これ何、ノベルティ、おお、TMT マスク超つけ心地いいいいね、うん、全身 TMT よ。確かに